久毛村駅は兵庫県丹橋三南町谷川あざ弓岸にある西日本旅客鉄道加古川線の駅である。隣の谷川駅は福知山線所属で福知山支社管内であり、当駅が神戸支社管轄北端の駅である。昭和30年代までは近隣のパルプ工場の原料搬入や製品積み出しで賑わっていたが、 貨物取扱い廃止後に利用客が激減した。谷川方面に向かって右側に単式ホーム一面一線を有する地上駅。以前は相対式に面二線の交換可能な駅であり、ホームの跡も残っているが、線路が剥がされた後には河川柱が立っている。自動券売機、乗車駅証明書発行機、トイレ、公衆電話、コールセンターへの連絡用インターホンは、 設置されていない。駅舎からホームまでスロープがある。2005年から地元のボランティアが貨物の引き込み線跡に花壇などを整備して美化に努めている。上下とも1日9往復が発着する。日中は上下ともおおむね3時間間隔での発車となる。以下に発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。兵庫県統計書によると、 2019年度の1日平均乗車人員は6人で、ある。1996年度は51人であったが、旧三南町の中心に、近いにもかかわらず肝心の列車の本数が少ないため、隣の谷川駅へと利用客は流れてしまった。近年の1日平均乗車人員は、以下の通りである。遠藤京本部谷川下町バス停等駅から、 機体200メートル離れた位置にある。ありがとうございます。